山本風山は、江戸時代の医者、受学者。古市中国高岡草加家出身。京都に出て、山本家用紙となり西本願寺文浴に仕え、天明六年寺職後は、獣医となった。天明四年に、初めて医学生を熟成とし、学塾読書室を開塾した。漢方二年越中国高岡に、茶器屋、草加昌兵次男として生まれた。幼少時、 室久宗門人に指示し、真瀬道造門人に医学を学んだ。成人後京都に出て、竹梅竜に、監視、吉松東道に恋法を学び、山本巨竜に学祭を認められて、養子となった。出身地高岡と、狐氏して、丘に首すの古字にちなみ、高い丘を意味する風の字を用いて、風山とこうした。当初養父と同様、西本願寺門関文書上人に仕えたが、 天命六年退職し、油の工事通り五条上がるの自宅に引っ越した。また京都町奉行より浪人として、盾脇を許された。天命八年天命の大化に累守し、小屋を再建した。今日は三年七月西本願寺による、最近の内命を病気を理由に断ると、三立入りとして、容人格で偶され、時計の間に施行した。また、加賀藩からも、 儒学の誘いがあり、芝野立座にも諸藩に推挙されたが、すべて断った。朝敬明に起きて、古書を移し、食後指定に計学を講義し、午後改新を行い、寺に帰宅する生活を数十年続け、文化十年三月七日病没した。著作によって、名声や主観の口を得ようとするエセ学者を意味嫌った。安永二年頃から書斎を読書室と名付け、 友人の皆川紀園に読書の楽しみを語った。親友、芝野立山が風山に送った学児、読書室が伝わる。金沢出身の絵師ガ区とは同じ北陸出身ということで、その子が帯と共に親しくお羨いした。以下先哲肖像集の風山肖像図は、岸隊の描いた肖像図が元となっている。山本家は大内義高の子。 山本左京流正しを外し、風山で八代目にあたる。ありがとうございます。